ラビアカーディル、ラビアカーディル、中国語、ピンイン、1947年1月27日帯、は、ウイグル人の人権運動家、実業家。ウイグル人には、生は存在せず、ラビアはナ、カーディルは、父親の名である。なお英語では中国語のピンイン表記を元にした、レビアカディアという表記が通用している。新ウイグル自治区で、実業家として成功し、 中国人民政治協商会議員を務めるなど、ウイグル人を代表する著名人として知られたが、民族問題に関する政権に批判で失脚し、1999年に国家機密漏洩罪で逮捕、投獄された。2005年にアメリカ合衆国へ亡命した後は、世界ウイグル会議の議長として、中国におけるウイグル人の人権擁護を訴える活動を行っており、 ウイグルの母とも呼ばれている。ラビア・カーディルは、新疆北部のアルタイ市の自営業者の家に生まれた。1962年に聖火が、資本家であるとして求断され、アクス氏への移住を余儀なくされた。文化大革命中には、不法に商売を行ったとして批判され、これが原因で、共産党員であった全夫と離婚するよう迫られたと、される。 1976年から洗濯業などで貯めた資金をもとに小売業を展開し成功を収めウルムチ市の二道教外区に大規模な商業テナントビルを建てるなど不動産業でも活躍したソ連崩壊後は中央アジア諸国での不動産取引や貿易で巨額の利益を上げ中国重大富豪の一人に数えられるまでになった改革開放の波に乗り 企業家として成功したラビアは共産党への入党を認められ、1993年には中国人民政治協商会議前国委員に選出されたほか、1995年に北京で開かれた国連の第5回世界女性議に中国代表として出席、新疆ウイグル自治区商工会議所副主席、新疆女性企業家協会副会長などの役職を務めた。 また、ウイグル人女性の行う小規模事業に投資を行う千の母親運動を企画し、ウイグル人女性の経済的自立の促進に貢献した。ラビアは中国における最も著名なウイグル人として活躍すると同時に、新疆におけるウイグル人の人権状況改善を党、政府に対して積極的に訴えた。1996年の政治協商会議では、 韓族によるウイグル人抑圧を非難する演説を行い、注目を集めた。同年には、ラビアの夫で作家のシディク、ハジロウジが行った書籍の翻訳や、政教会議でのラビアの演説が、公安当局の間で問題となり、ラビアは1997年に、すべての公的役職から解任された、シディク、ハジロウジは1996年に、アメリカに亡命。 1999年8月13日、公安当局は、ウルムチ市内に滞在していたアメリカ議会関係者に接触しようとした、ラビアを逮捕し6年間にわたり、政治犯として、官に拘禁された。また、ラビアの夫は9年間にわたり、監獄に拘禁され、ラビアの息子2人は、現在に至るまで監獄に拘禁されている。ラビアの逮捕は、 中国内外のウイグル人社会に大きな衝撃を与え、国外のウイグル人を中心に中国政府にラビアの釈放とウイグル人への人権侵害の停止を要求する運動が展開された。こうした運動は欧米社会の関心を集め、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの人権団体による支援も行われた。ライスイ国務長官の訪中を控えた2005年に、 アメリカから人権問題での批判を受けることを恐れた中国政府は2005年3月14日に外国での病気療養を理由にラビアを釈放した。ラビアは米国に亡命することとなった。アメリカでは国際ウイグル人権民主基金を設立し2006年5月29日には会長に就任した。チベット亡命政府におけるダライラマ14世のようなカリスマ的指導者を書いた。 在外ウイークル人文同日って、ラビアの存在は重要であり、世界ウイグル会議の指導者、エルキン・アルプテキンの要請を受けて、11月26日にドイツのミュンヘンで開かれた大会で、ラビアは世界ウイグル会議の議長に選出された。翌日、ラビアの重大な脱税行為は中国政府に発覚した、そして脱税罪に関して、ラビア家族の会社とラビアビル貿易有限会社に、 計2200万人民原罰、アリム・アブドゥレーム、息子に、有機懲役7年50万罰金、カハル・アブドゥレーム、息子に10万罰金の判決を下した。ラビアの活動は、国際社会の注目を集め、東国中の2004年に、ラフト人権基金の人権賞を受賞したほか、2006年には、ノーベル平和賞の受賞候補の一人にも選ばれている。一方で、 中国政府は、ラビアを、東トルキスタンテロリスト勢力、分離独立主義者の一員であるとして、批判を続けており、国際社会におけるこうした動きを牽制している。ラビア自身は、ダライ・ラマと会談した際に、暴力的手段を用いず、高度な自治権を求めるとした。2007年11月には、アムネスティ・インターナショナル日本の小政で訪日し、 中国政府による東トルキスタンでの人権抑圧を非難した。2009年10月の訪日では、鹿児島大学などで講演した。2012年5月の訪日では、同月14日に開かれた東京都の県政記念館で開幕した世界ウイグル会議の第4回代表大会に出席した。この代表大会は、アジアでは初めての開催となる。日本は、 ラビアなど世界ウイグル会議の要人にビザを発給しており、これに中国が反発している。5月14日に日本人戦没者に栄誉を講げるために靖国神社を訪問し、日本民族の精神の象徴的なところである、ここを訪問することは歴史を学ぶことであります。第二次世界大戦で亡くなった方々は日本の英雄であるなどの見解を表明し、 現在、ウイグル民族の英雄を検証することが禁止されていることから、未来、必ず、ウイグル民族の英雄たちのために、このような記念する場を設立します。などとウイグル民族の今後の展望について語った。18日には、東京都の尖閣諸島購入の募金に呼びかけ、東京都尖閣諸島寄付金に対して10万円を寄付する。二千十六年五月に、再び来日し、 早稲田大学や議員会館などで講演を行った。6月5日、王丹を招聘して東京で開催された天安門事件追悼集会にも登壇した。2017年2月、中国によるウイグル人などへの少数民族に対する抑圧に、憤りを表明した意見書を採択した神奈川県鎌倉市議会を訪問し、ウイグル人に対する中国政府の弾圧の現状に、 ついて、町は、武装警官や、警察犬で溢れ返り、宗教や文化が、次々と破壊されていると述べた。前夫との間の子供を含め、11人の子供がいる。息子のアリム・アブ・ドゥレーム、アブリキム・アブ・ドゥレームは、貿易会社を経営し、実業家として知られていたが、ラビアの逮捕後に、脱税容疑で拘束、収監されている。また、娘のルシャングル・アブ・ドレームも、 公安当局のの監視下での生活を余儀なくされれていると言われる。と、言わこうした状況を中国の人権状況に関心を持つアメリカ政府は注視しており2007年6月5日にプラハにて、ブッシュ大統領がラビアと会見し収監されているラビアの家族と中国におけるウイグル人の人権状況について懸念を表明したほか同年9月17日には 米国議会会員がラビアの家族及びカナダ国籍のウイグル人フセインジェリルの釈放を中国政府に求め決議を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。